本当に微妙な差だけど。皆さんこんにちは、ジェイです。今日はこちら、おい出ました、今年も出たよ、2020年のカネボーミラノコレクションフェイスアップパウダー、こちらをね購入しました。今年のパウダーはどうなのかな、2019年と比べたら良くなってるのかな、気になってる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、じゃあね早速試していきたいと思うんですけれども、比較するために左側に2019年のミラノコレクションのフェイスアップパウダー、右側に2020年のフェイスアップパウダー、こちらをねつけていこうと思います。でまず厚みの比較だよね、もう圧倒的に違う。私は結構このミラノコレクション初心者なので結構知らないことがたくさんあったんだけども、この季節にはこの分厚いタイプが発売されて、6月ぐらいにこういう薄いタイプが発売されるようです。容器も使い回しできるみたいで、気に入った容器がある方はここね押し出すところがあるんだけど、中身だけを買って好きな年のコンパクトに入れて使ってる人もいるみたい。私はこの分厚いやつを初めて購入したので、なんかすごいよね、仲間何もう変身できそう、こっちでももうでかいなって思ってたんだけども、これはもうあのいよいよポーチに入れては持ち運べないレベルかなと思いますね。じゃあね塗り比べていこうと思うんだけど、まあ私はねもう何回か使ってみたんだけど、実際にみんなの前で、じゃあまずはこっちの2019年のパウダーを付属のねパフにつけて揉み込んでつけていきます。まあ結構私もう今冬で白いからあれなんだけど、あのねこう実際で目視すると、あなんかトーンアップした感じがするなっていうのと、綺麗なこう陶器肌に仕上げてくれる感じがするので、このフェイスアップパウダーはね高かったけど本当にね買ってよかったなって思うパウダーですよね。こんな感じ。じゃあ右側に今年のね2020年バージョンマヤコン塗っていこうと思います。中身自体はおそらく変わらないんだけれども、ここにあのこの分厚いパフがついてきて、これがスポッて収まるようになってるっていうイメージかな。このようにねついてくるパフの厚さがもう圧倒的に違う、もう10倍ぐらい違うんじゃないかなっていう感じ。じゃあ実際につけていこうと思います。つけてよく揉み込んでつけるよ。こんな感じ。2019、2020、分かったかな、多分ね分かんないと思うんだ見た目的にはね私が思うに何も変わらないと思います。なんだけどね何回か使ってみたんだけど、テクスチャーもね最初はねあ変わんないんじゃないのって思ったんだよね。なんだけど私がね間違ってたらごめんなさいね、あの2020年の方が若干しっとり感がアップしているような気がします。うん、本当に本当に微妙な差だけど、違うかな、違ってたらごめんなんか粉の細かさとかではないと思う。あのね粉の質感というか、その粒子の細かさに関しては一緒で、なんかロングラスティングさとか、つけた後の化粧持ち感とか、ロングラスティング感とか、あの保湿感とか毛穴の感じとかっていうのは、私が気づく範囲では気づくことはねなかったですね。だからあのいい意味で引き続きいい商品なんだと思う。私このパウダー大好きなので、ただ一応ねなんかこう進化したみたいなことが毎回書いてるから、どこが進化したんだろうって思いながら見てるんだけど、私が多分ね見つけきれてないだけなんですけども、まあとどのつまりはすごくいいパウダーだということです。はいおそらくね、私まあいろんなパウダー使ってるから、こればっかりね使ってるってわけじゃないから、まあ、なんとも言えないけども、これをね1年で使い切るっていうのはどうなんだろうね。
みんなが言ってるのもちょっと 1,2 年かかるとは言ってるから、うん、人にはよると思うんだけど、それを考えると年間通じてすごく気持ちよく使えるパウダーだし、パッケージのね、まあ、好き嫌いはあるかなと思うんだけれども、消費者をね満足させてくれるようなデザインと、なんだろう、リッチさっていうのがみんなね満足してるからね、毎年買うんだろうし、品質自体もさすごく好きだから、うん、いいなと思います。なんかね、みんな情報くれて、6月ぐらいにまたこの薄いバージョン発売しますよっていう風に言ってくれてたから、ちょっと6月まで待とうかなと思ったんだけども、ちょうどね2019年のパウダーを買ったのが1年前ぐらいなんだけど、でちょっとやっぱり2020年もちょっと一応バージョンアップしてるって言ってるから、ちょっとどういうこと、今までのパウダーでもういいのにっていう風に思って、やっぱりねコスメ好きとしては買わずにはいられなかったというかそういうことでございます。はい、なので私みたいにもう2020年バージョンってもうやたら良くなってるんじゃないみたいに期待している方は、まあ、私の見解としてはそうでもなかったよ、引き続きいいよっていうことですね。で、私的にはね、この2019年のパッケージ、今までのも見たんだけど、一番可愛いじゃんって私は思ってます。だから、いい年にね、出会ったなっていう風に思ってる。はい、ということで、今日は、2019年に使ってから大好きになった、カネボミラノコレクションのフェイスアップパウダー、こちらのね、2020年バージョンを購入してみて、実際にね、何度か肌につけてみて、試してみた感想と、実際のね、カオスウォッチを皆さんにシェアしていきました。やっぱりね、結構高額なパウダーなので、迷ってる方はたくさんいると思うし、どうなのよっていう風に思ってる方、たくさんいらっしゃると思うので、今日のね、レビューが何かね、皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。